去年2ヶ月ぐらいね、真夏日とか猛暑日が続いて、で雨もその間降らなくて、でこの状況だったらまともに人参育てられないから俺はやめるって、や育てなかったの。なんでかって言えば、初期生育にはやっぱ人参って水がすごく重要で、その水やりを一生懸命やらなきゃいけないんだけれども、当時の状況とすれば、水をいくらやっても、まあ焼け石に水でやるだけ無駄になるだろうなっていうことで、まあやめる、人参を栽培しないっていう判断に至ったわけなんだけれども、おかげで今年はね、5年6年ぶりぐらいに自分の人参がないっていう状況にあって、本当に5、6年ぶりにスーパーで売ってる人参を買わせてもらってるっていう状況なのね。でその人参を食べてみたら、うちの人参とやっぱ違うんだなっていうのを改めてっていうか、初めてちゃんと認識したんで、そのお話ししようかなと思います。でまあ結局何が違うかっていうと、スーパーで買った人参は、硬いなっていうこと、何かっていうと、いつもまあ5年も6年も自分のところの人参を食べてて、でするとそういう調理の時間、調理の方法っていうのも、大体決まってきてて、このくらいの時間で大体こういう硬さになるだろうなっていうのが経験として頭にも体にも染み付いてて、その感覚でやったの。そしたら人参がね、食べた瞬間ゴリって言って、あれってさ、あれ、あ、まだや、あのうちの母親が育てたじゃない調理したんだけども、あれまだ調理終わってないの、いや終わったよって、もう硬いよねっつって、あ、これっていつも通りの時間にいたのって言って、でうんって言うから、あ、そっかってね、じゃあちょっと長くしてみろとね、長くしてみなって喋ったら、ちゃんと食べれるようにはなったんだけども、いつもの柔らかさになったんだけども、やはり火の通りが悪いんだなっていうさ、っていうのも、有機栽培、自然農法、自然栽培の世界で言うと、そういう有機栽培のものっていうものは、野菜の火の通りが早い、火が通りやすい、柔らかくなりやすい、で調理時間が短くて済むっていうのが、まあ、よく言われてたの。俺も何回も聞いてて、正直なところ、本当にそんなことあるかと、ね、そんな違いあるはずないよねって思ってたんだけども、本当に今回、まあ5、6年、もうそれ以上かな、まあ、5、6年くらいかな、自分の人参だけ食べてきた人が、久々にスーパーで買って人参ね、見た目同じよ、うちの人参ともそっちとも、むしろスーパーで売ってる方が綺麗な人参なんだけどもね、見栄えが良くて、ね、立派な人参だなと思って買わせてもらって、やったら、硬かったっていう、そういう違いがありました。だからやっぱりその有機農産物、自然農法、自然栽培で育てられた野菜っていうものは、火が通りやすくて、まあ、なんつうの、調理時間が短くて済むっていう風な話は本当だったんだなっていうのを、まあ、実感したっていうことで、うん、今年本当にそれすごく、まあ、勉強になったなって思う。だからじゃがいもはまだうちのがあるから食べてないけど、じゃがいももどうなんだろうね、スーパーのやつとかね。まあじゃがいもはね、まあ、主力として自信持ってね、野菜ソムリエサミットっていう品評会で金賞をいただいたから、いろんなところを食べてみて、自分のところはどうだろうかっていう位置づけを知るためにちょくちょく買って食べてたんだけども、まあやっぱ美味しいなと思うんだけども、硬いはあったな。うん、とある昔取引してた八百屋さんのところで、他の農家さんのジャガイモがあって、へえ、雪室ジャガイモやってるんだと思って買わせていただいて食べたら、ジャキジャキしてたのね。ジャキジャキ。で、その会社のところに勤めてたのが、俺のいとこの旦那さんだったんだけれども、まあ、どこかっては言わないけれどもね、旦那さんが、俺のもう死んだばあちゃんにジャガイモ持ってきたと。で、俺のジャガイモを食べてる感覚だったから、期待して食べたら、なんもダメだと。傭兵持ってこいと。ネズミが食った売り物なんのやつでいいから持ってこいって言われて、なんでって言ったら、あのジャガイモはジャキジャキしてたらもう美味しくないと。傭兵のジャガイモはホクホクして美味しいって言ってたなっていうのを思い出して、まあ俺も確かにそれあったんだよ。ね、その、ジャガイモ、雪室ジャガイモとか食べて、あれ、食感全然違う、ジャキジャキしてる、なんでだろうって思ったのはあったなって、今改めて動画撮りながら、ね、今思い出した、この撮ってる最中にね。だからやっぱり、自然農法、有機栽培、自然栽培、まあ、いろんな呼び方はあるけども、有機栽培のものっていうものは、柔らかいっていうわけじゃない、生でやるとそんなに変わらないと思うんだけれども、火が通りやすくて、火が通った後の食感が、なんだろうな、こう本当に柔らかい、ホクホクっていうか、うん、火が通りやすいっていう、なんて表現すればいいんだろうな、うん、そういう感じはあります。
だからやっぱそういうところっていうのでやはり選ばれているっていうところもあるとは思うんだよね。うん、まあ別にね、時間かけて煮ればいいんだけれどもね、人参は柔らかくなった。ただそのじゃがいも、ジャキジャキしてでホクホクしなかったじゃがいもはいくら煮てもいくらふかしてもダメだったね。食感が良くならなくて甘みも感じられないで、残念だけども美味しくないなって、これはちょっと俺と同じ値段、俺よりも高かったんだけどもさ、俺の値段よりもね、これはちょっともうちょっと値段下げてもらわなきゃダメじゃないかなみたいなね、まあ、クオリティ的にはね大変作るのに苦労してるだろうから、その値段でも安いなっては思うんだけども、でもクオリティ的にはもう少しこう勉強してほしいなって思うものだった、正直なところっていう風な違いがあるんだなっていうのを本当に改めて思った今年、まあ去年その2ヶ月間全く雨が降らないプラス、まあ朝7時には30度、10時前には35度っていうようなのが2ヶ月間続いて、もう水やろうともどんどん野菜は枯れていくわ、しおれていくわ、腐っていくわっていう状況だったんだけれども、まあそのでおかげで結構苦しい思いはしたけれども、熱中症3回やりながらも水やりしたりとか草取りとかしたりね、で物は取れないわ、散々な思いはしたけれども、こうやってやはり食べるもの、食べた感じの食感、自分のところに物あれば買わないじゃん。ね、人参があれば人参買わない、じゃがいもあればじゃがいも買わないけれども、今年自分のところにも物がないから、スーパーのものを買わせていただいて食べた結果、あ、やはり違うんだなっていうのを改めて、実感して、ってことはやはりこのやり方はやっぱもっと継続していって突き詰めていく価値があるなっていうのを改めて思ったっていう話ね。だから、もしね、機会があれば、そういう自然農法、自然栽培、まあ、有機栽培、そういうもの、できれば長年、5年、10年、20年やってる人とかで、ね、その有機栽培をね、をやってる人の野菜と、スーパーで売ってる野菜ってものを食べ比べてみてほしいなって。まあ、あくまで俺の感じた感想だけれども、ね、本当に俺は劇的に全然違うんだなっていうのを、改めて実感させられたし、うん。だからその感覚は、やはり、俺はやっぱり美味しいなって思うのは自分のところで作った野菜。まあ、自分の野菜が美味しいっていうよりも、そういう、自然を壊さないように持続可能性、ね、ね、持続性のある農業、まあ、有機栽培とかそれ系のものっていうものはやはり意味がある価値があるものなんだなっていうのを改めてね、本当に偉い目にあったけれどもね、去年はね、でも改めて実感させられたし勉強になったなって思う、うん、だから本当に今年ね、水はけのいいとこ悪いところ、まあ、基本的にいい畑、新しい畑に移ったのよ。前の畑は、地主さんとの話し合いで、返してほしいって言われたから返して、今新しい地主さんのところでやるんだけれども、そこも水はけ、基本的にいいんだけども、俺水はけの悪いとこの畑借りだから、悪いとこってもう、上はいいんだけど、下側が悪いから、それを去年1年間で把握したから、今年からその対策をしていく。その方法は何かっていうことも動画にしていくし、なんとこういうふうにやっていく。っていう頭をいっぱい考えながら今過ごしてるんだけどもね、別のこちょこちょとした仕事やりながらね、ちょっと動画休んでたけども、そういうのを動画にしていくんでね、ぜひお付き合いしていただければなと思いますし、改めてその有機農産物と普通の栽培のものを食べ比べてみるっていうのをやってみてほしいなっては思います。有機栽培に転換したばっかりだったらそんなに変わらないから、やはり5年10年、まあ、20年とか長くやってる有機農家さんのものが手に入ればそれと、比べてみてほしいなって思います。まあただ俺も5年6年ってずっとそういうものを食べてきた後の観光農法のものっていうさ、一般的な栽培のものを食べたっていうので違いが分かったっていう感じだと思うんで、すぐにパッと分かるほどの違いではないかもしれない。今は本当に調理時間を調整することでほとんど差はなくなった。だから調理時間を長くすれば別にそんな差はないんだけれどもね、ないんだけれども、やっぱ早く仕事料理とかすぐ終わってしまうっていうのはやっぱりいい大きいメリットだと思うんで、さ、なんだっけ、主婦の方、主婦だって、主婦って言い方も古いけども、料理する方ね、男も女も料理する時代だからさ、料理は女の仕事っていう時代じゃないからね、料理をするとき短く済む、早く作って食べて、まあ自分の余暇に使う、寝るに使う、仕事に使うっていうのができるっていうのは大きいメリットになると思うから、日々忙しいなっていう人はそういうところ
まあ、そういう時間を買うっていう意味でも農産、有機農産物ちょっと高くても時間を買ってるんだって思えば、まあ、価値があるのかななんて思ったりね。うん。っていうのをね、今思いついたりしたんだけども、まあそういう感じもあるんで、ちょっと試してみてほしいなと思いました。俺はすごく全然違うなと思ったっていうことを今回、まあお話しして、まあ終わりにしたいなと思いますんで、機会があればぜひ食べ比べしてみてほしいなと思います。